信頼を築き、今もなお人々の愛され歌われる芸どころ名古屋の伝統を、名古屋発祥の三味線文化であるエモい曲を取り入れて表現します。はい、そう、神倉さんのこのね、どんどん茶化してくださいよって言われたんですけど、そうなんですか？すごくね、茶化かかるってなかなか難しいんですよね。茶の製作をね、考えるということで、名古屋の仕事はご存知でした？いやー、知らなかったですね。胸の反響というか、ね、牛の歌だろう、そういう芸の芸歌だろうといろいろ伝説は聞いておりますが、その伝説をあのイケメンの赤いハッピーがやるわけですね。とても楽しみですね。はい、それでは皆さん見ていただきましょう。続いてのチームはカメラの皆さんです。どうぞ。ありがとうございます。こんにちは、愛知県名古屋市で活動しておりますカメラと申します。改めまして宮本姉さん、ご参加誠におめでとうございます。
の芸能クロー、